こんにちは、レイウッドです。今回はラジコンの動画になります。 WPL Japan の動画ですね。前回がパート1で、これがパート2になるんですけれども、この春から夏にかけてカスタムパーツがたくさん出る予定ですよと。で、それをですね、まあ検証用の車というか実験台って感じになるんですけど、いろんなパーツが出て、それをこう取り付けて紹介させていただくための実験台車両っていうのを作ってますっていう動画になります。まあその辺はちょっとパート1の方でご説明させていただいているので、よければですね、まだパート1見てない方はぜひパート1の方から見ていただければと思います。あの概要欄にリンクを貼っておきます。で、その後どうなったかというと、一応ですね、これがその縦でちょっとこう綺麗にしたり、あのもちろん切ったところですね、ある程度綺麗にしたりっていうのをしましたっていう状態で、前回の動画ではパテ1回目を持っただけだったんですけども、その後3回ぐらい、1回目やって2回目3回目ぐらいまでやりました。で、実は前回の動画でですね、まさかの社内から質問がその前回の動画を見て社内から質問がありまして、2つあったんですけど、このパテですね、前回の動画でパテをさらっと使ってしまったんですけれども、いや、あのおすすめのパテとか教えてくださいよっていう質問が社内から上がったと。でもう一個は、これもちょっと前回すいません、さらっと飛ばしちゃったような感じになっちゃったんですけど、このバンパーをカット しました。このフロントバンパーですね、ここ短くカットしました。で、横プラバンで埋めましたって一言で終わっちゃったような感じだったんですけど、あのどうやってやったんですかみたいな、あの質問が二つ目あったんですけど、ちょっとそこを軽くですね、補足させていただきながら今回の動画、スタートしていきたいと思うんですけれども、今回使ったパテは2種類使ってます。もう知ってる人ははいはい知ってますよって感じだと思うんですけれども、まあ、初心者の方はあのもしかしたら知らない方もいらっしゃるのかなと。現にあの弊社内にそういう方いましたので、ちょっとご紹介させていただくんですけど、こちらがですね、いわゆるラッカーパテって言われるやつで、150円とか、あれどれぐらいでしたっけ、確かもう150円とかな、それぐらいのすごい安いんですよね。で、多分一番手軽に使えるんじゃないかなと思うんですけど、僕も子供の頃からあって、子供の頃に初めて使ったパテ確かこれだったと思います。近所の模型屋さんに普通に売ってましたね。で、これも確か売ってたんですけど、なんか大人の人が使うイメージで、子供の頃、小学生ぐらいの子使ったことあんまなかったんですけど、中学生ぐらいから使いましたなと思うんですけど、どうでもいい話ですね。はい。まあ、これが、いわゆるポリパテ、ポリエステルパテか、ポリパテっていうと思うんですけど、多分これがかなりベーシックな、部類のパテだと思います。で、今回使ってないんですけれども、もう一個、すごいベーシックなパテで、これがあるんですよね。この、エポキシパテってやつ。こんなの、セメダインさんの。渋いですね、これ。こういうのとか、これとか。で、本当に詳しく説明すると長くなっちゃうんで、さらっといくんですけど、これが、チューブから出すだけ。ラッカーなんで、溶剤が混ざっていて、で、それがもうチューブから出したら、空気に触れて、揮発して、乾いて固まりますっていうやつ。なので、手軽は手軽ですね。ただ弱点がいくつかあって、二つかな。大きいところで。一個は、ヒケって言って、このグレーのところが、これを塗ったところなんです。これを持ったところなんですけど、塗ります、乾きます。で、ここに含まれてる溶剤がなくなっていくんで、痩せるんですよ。なので、ちょっと多めに持ったようなところは特にですね、こうやって持ったはずなのに、そこから、痩せて減っちゃうんですよ、これが。だから、まあ、へこむっていうと分かりやすいですかね。こういうところとかに塗って、乾くとちょっとへこんじゃうっていう弱点。あともう一個は、乾きが早いようで意外としっかり乾くまでは時間がかかるかなと思います。なんか、パッと見ですね、特に薄く塗った時なんかは、1、2時間で、あ、結構固まってるじゃんって感じになるんですけど、実はそこからですね、じわ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 、乾いていって、1日2日経つとまたちょっと痩せてたりするんですよ。なので使いやすいんですけど、その後の処理がちょっと、癖があるというか、こうチューブから出すだけで塗るだけで簡単に使えるんですけど、
塗った後に痩せてしまったり、ちょっと意外と乾きが遅かったりっていうので、ちょっと、そういう部分が難点っていうところで、まあそれぞれ一長一短あるんですけどね。で、このポリエステルパテっていうやつはこんな感じで、これもチューブに入ってるんですけど、これチューブから出しただけでは固まらなくて、こっちのチューブに入ってるやつと混ぜるんですよ。こう、まあ僕なんかいらない段ボールとの切れっぱしとかを貯めてあるんで、ちょっと今もうパッと持ってきたんですけど、本当にこう切って置いてあるんですよ。10枚ぐらい。で、なくなると、またなんか届いた時の段ボールをこう切って、こう10枚ぐらい貯めとくんですけど、何かと使うんで、でこれにこのチューブからビューって出して、で、これはほんのちょっとです。本当にちょこっと出して、でそれをこうぐしゃぐしゃぐしゃって混ぜると、もうそこから硬化が始まるんですね。で、この2つを混ぜることで固まり始めるので、もう、結構時間との勝負みたいなところあるんですけど、それをこう、ぐちゃぐちゃぐちゃっとしっかり混ぜて、ここに塗ると。盛ると。で、多分1、2時間ぐらいで、かなり硬くなります。3時間もすると、もう、ヤスリで削れるぐらい、結構硬くなるんで、ちょっと、こういう混ぜる場所を用意するのと、そもそもこう混ぜなきゃいけないっていうのと、この二つをですね。あとは、その混ぜるために、プラ板の切れ端とかで、ヘラを作って、それでこう混ぜてこう塗るみたいなことが必要になるので、ちょっと面倒なんですよね。準備しないと使えないみたいな。こっちの、さっきのこのラッカーパテの方がそこでいくと楽なんですけど、ただこっちも便利なところがあって、二つ混ぜてしまえば、そこから結構早く硬くなるんで、こう一晩置かないとダメみたいな、あんまないですね。数時間置けば十分みたいな。まあ、ちょっとこれ人によってこだわって作る人は、いやいや、一晩寝かさないとダメですよみたいな、あるかもしれないですけど、僕はあんまり気にせず、その日のうちに作業、硬くなってきたなと思ったら、その日のうちに作業しちゃうタイプなんですけど、まあ、いずれにしても、これに比べたら乾きが早いっていうのと、あともう一個利点があって、痩せにくい。さっきこれ、痩せちゃいますよって言ったんですけど、それに比べてかなりマシです。ちょっと なりますけどね。ちょっと痩せるんですけど、ほぼないって言ってもいいんじゃないかな。あんまり、うわぁ、減ったなーって感じはしないです。もっ、パテを持っといて、こっちは、見るからに痩せてるんですけど、減ってるんですけど、持った分よりも。それに比べて、これ全然それが少ないですね。っていうのがポリパテ。で、もう一個今回使ってないですけど、このエポキシパテっていうのは、まあ、もう粘土ですって感じです。硬くなる粘土。これも、二つ、こんな感じで、これも半分ぐらい使ってますけど、これが、でっかいチューインガムみたいな板が入ってるんですよ。で、これをですね、こう、同じ量だけ、ハサミでチョキッと切って、で、この二つを、こう、本当に粘土みたいにこう混ぜて、しっかり混ぜた後に、ちょっとポリパテと似てますけど、そこから硬化が始まると。硬くなっていくと。これが向いてるのは、こういう、ボディとかの処理っていうよりかは、本当に造形に向いてるって感じなんで、結構、何かをこれで作っちゃうみたいな、そういうのに向いてます。すいません。ちょっとほぼ作業終わっちゃったんで、後でちょこっとだけポリパテだけ使って、ここ作業すると思うんですけど、一旦ですね、このパテの説明をさせていただいたところで、今回の作業、入っていきたいと思うんですけれども、すいません、1個忘れてた。2つ質問が社内からありましたって、もう1個が、1個がパテで、もう1個はこれですね。このバンパーなんですけど、このバンパーを、ショート化したんですね。こう、ちょっとあったんで持ってきました。これが元々のバンパーの形ですね。まあ、この動画見ていただいている方だったら見覚え全然あると思うんですけど、でそれがこんな感じで横を切りましたと。ここなんですけど、ここですね。ここは、当然、ここをビシッと切っちゃったんで、ガバッとここ開いちゃうんですよね。で、その開いたままだとちょっと見苦しいなみたいなのがあったんで、埋めましたと。で、この白い部分が本当にプラ板なんですけど、ちょうど切った後のやつがあったんでこれ持ってきたんですけど、まず、ここの高さ、長さ測ってですね、長さを測って、とその幅に合わせて、プラ板をこう、ピシッと切って、で、それを、ここにですね、こう、当てがって、ただ、よく見ると、先細りの形になってるんで、ここは。そこはまあ、ハサミで、チョキンと切って、結構適当ですけどね。で、形を合わせて、
一旦瞬間接着剤ですね。一旦このまま瞬間接着剤くっつけて、ある程度固まったかなっていうところで、こう裏側からですね、こういうカスタムの時僕が愛用しているプラリペアですね。プラリペアっていうの。まあ、もしご興味ある方は、プラリペアでちょっと検索して調べてみてほしいんですけど、めちゃ便利です。かなり強度出るんで、でそれを裏から流し込んで、強度を出したという感じで作ってます。ただ、このまま塗ると多分、こう、まだちょっとガタガタしちゃうと思うんで、ちょっと今回の作業の中で、ここもですね、ちょっとパテで綺麗に処理しようかなと思ってます。はい。というわけで、今回の本題というか、もともとやりたかった作業に移っていくんですけれども、まずですね、ちょっと、新たに、せっかくならこれもやっとこうと思ったのがありまして、この、顔も変えようと思って、この、グリルをですね、一応こんなこともできますよっていう紹介がてら、これちょっとジャンクパーツで見つけたんで、あ、これ変えてみようっていう感じなんですけど、まあ、ちょっとそもそもこれがないよっていうこともあると思うんですけど、すいません、ちょっと今回はこんなこともできますよっていうので、もう結構この WPL シリーズのこう、車体何台か持ってて結構いじってらっしゃる方だと、これの一個ぐらいはお家に転がってるんじゃないかなと思うんですけど、これをですね、ここにこう付けたいんですけど、このバンパーとこのグリル組み合わせようとすると、これの下がこうあるんで、ここをカットしないと付けられないですね。なので、ちょっと今回まずそのためにここのカットからしていこうと思います。はい、これで切れました。ここ、あとここか。ここちょっとパキッといけば。そうですね。これで、ここだけ摘出できたって感じですよね。で、これを、ここにこう、合わせていくんですけれども、まあ、これは、本当は、この形のコロはですね、ここに一箇所、ビスを止める場所があるんですけれども、これとこれを組み合わせるときは、それはなくなっちゃうんですが、まあ、このバンパーは、ここにこう、シャーシ側にですね、取り付けますし、このグリルは、ここの2箇所ですよね。ここの2箇所で、このボディ側に、こう、はまりますので、1箇所ここの、こことここをつなげてるビスなくなっちゃうんですけど、まあそこはそんなに問題ないかなと思います。一応こんな感じで、あんまりないパターンだと思うんですけど、このグリルにこのバンパー、こんな感じになるんじゃないかなと思います。でちょっと、これを、今切りっぱなしなんで、そこを整えたいと思います。はい、こんな感じになりました。カットしてペーパーで整えて、ちょっと綺麗にしたという状態なんですけれども、元々のこの角目のグリルと比べるとこんな感じですね。これがここについてたんですけど、これをカットしたんで、まあこれと似たような状態になりましたと。で、これをこうはめるとこんな感じになるんで、バンパーを組み合わせてこんな見た目になるという感じですね。まあやっぱり普段ない組み合わせなんで、ちょっと新鮮な感じがしますよね。こんな感じになります。で、ちなみに、この下側、これはある程度綺麗にカットしたので、まあ頑張れば、こっちの角目のグリルにこれをこう合わせてつけるということもできるんじゃないかなと。まあスワップ、交換ですよね。一応このバンパーまでしっかりつけると、こんな感じですかね。こんな感じになります。これはこれでまた新鮮な組み合わせなんで、またいずれこっちもやってみても面白いかなと思ってます。ではこれでグリルの準備ができましたの状態なので、あとはですね、このバンパー、まだカットしてプラ板を適当にはめ込んだだけなんで、これも仕上げておきたいなと思います。とりあえずこんな感じでちょっと面を整えてみて、こっちもですね、ちょっと整えて、で、ちょっと角を、これ、ちょっと角が立ったままの状態なんで、これを面取りみたいな感じで、ちょっと角を落としておきたいと思います。はい、あとはですね、このポリパテを使って、この、まだ
多分麺が出てないところもあると思うんで、ちょっと爪でこうやってもボコボコっとしてるんで、この合わせ目のあたりですね、白いところと黒いところの間のあたり、このあたりがちょっと継ぎ目が分かるような感じなんで、これで埋めておきたいと思います。でついでにここら辺ですね、ここら辺もまだちょっと盛りが甘いところが、ここもかな、あるので、ここも、持っておきたいと思います。一応ポリパテの使い方としてはこんな感じで適当な量を出して、で確か説明書の通りにやるんだったら、これをこうブニブニブニと出したその長さと同じぐらい、これすごい細いんですけど出方が、これを同じ長さでこうブニブニブニって出して、それを混ぜましょうって感じなんですけど、まあ、実際はそんなにこれうまく出ないんですよ。あのまっすぐあんまり出なくてブリブリって出ちゃうんで、こう丸まったような感じで出ちゃうんで、僕はあんまり真似しない方がいいのかもしれないですけど、僕はもう毎回すごい適当ですね。こんな感じでこれ出して、こっちすごいそれに対してかなり少量をで出して、でこう混ぜる感じですね。こう混ぜていくと色が均一になるので、マーブル状になったままだと良くないと思うんですけど、まあよく混ぜて、これぐらいの色ですね。この薄い黄色。こんな感じになってればいいと思うんで、この色があまりにも薄い場合、濃い場合は、ちょっと混ぜる量を調節してもいいかもしれないですけど、でこの使ってるのはプラ板の切れ端ですね。を使ってます。こんな感じで、まあ隙間をちょっとこう、ピッと埋めるような感じですね。で、塗っていきます。もちろんこれは後で乾燥した後にまたペーパーでこすって、ヤスリなんかでこすって麺を整える前提で持ってるっていう感じですね。ここ多分取れちゃいそうなんですけど、一応ここも塗っときます。あのバンパーを切ったところがちょっと穴というか大きなへこみがあるので、これもまあ成形時のひけって言ってちょっとへこんじゃうんですよね。こういう樹脂パーツを工場でこう成形して作るときに引けって言われるへこみが生まれちゃうんですけど、まあ、そこをちょっと埋めておきます。これも後で整える感じですね。ちょっとこれバンパーこう結構しなる樹脂なんで、このパテ後でパリって取れちゃうかもしれないですけど、まあ、それはそれで別にいいかなぐらいでやってます。もうパテちょっと固まってきてますね。結構早いんですよね。でここもですね、もう一回ここですね、ここまだちょっとへこんでるんで、ここも軽く持っておきます。で、ちょっと、最初の方、パテの説明だけして、ボディ側のその引けっていうものの説明を漏れちゃってたんですけど、まあ、以前別の動画で塗装の動画を上げた時にちょっと説明させていただいてるんですけど、これ今ちょうど分かりやすいのはここですね。このモデルの場合、引けって言って、この裏側にポッチがついてるじゃないですか。でこういう裏側が肉厚になっているようなところによく起こるんですけど、ここがもう埋めてありますけど、ここはへこんでるんですよね。で、ここも一緒です。ここにポッチがありますよね。これが裏にあるんで、こっちが引けって言って、ちょっとよーく見るとへこんじゃってるんですよ。で、今そこをこれ、すいません。黄色いボディに黄色いパテなんで見えにくいかもしれないですけど、こことここですね。をこれでこう埋めて、でペーパーをかけて整えてあるっていうような感じ、こっちも一緒ですね、になってます。ここもか、ちょっともう変えた方がいいかもしれない。固まってきてる。なんとかなるから。めちゃギリギリですね。かなり硬くなってきちゃいました。はい、これで一応もう少し欲しいなっていう、ちょっと凹んでるなっていうところを盛ることができました。はい、あとはまあやること一緒なんですけど、結構繰り返しになるんですけど、これが乾いたらまたペーパーで整えて、様子を見るという感じになります。で、今回の動画もう結構長くなってしまってると思うので、今回はですねここまでにして、次の動画ではこれをもう整えてから、
サフブキって言って、サーフェイサーですね。一番よく見られるのはグレーの色のやつ。今はいろんな色があると思うんですけど、そのサーフェイサーを、今回の場合は、まあ、一旦、とりあえずグレーですね。グレーで塗ってっていうところから、次の動画ですね、やりたいと思います。はい。では、引き続きですね、この車体作っていきたいと思いますので、また良ければ見ていただければと思います。はい。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。